木曽川中流域の魅力を発信しようと沿線の市町と県などで作る協議会を9月5日県庁で開催しましたこの日の会合では今年7月にドイツを訪れライン川の観光振興や健康療養地クアオルトの取り組みを視察した委員が報告を行いました委員からは地域がそれぞれの特色を発揮することの重要性を感じたとか 健康や癒しをテーマとしたまちづくりや温泉施設と医療施設などが複合的に活用されている点が参考になるなどの意見が出されました協議会では今後基礎川ならではの川下りの復活や両岸の景観や集客につながる拠点の整備さらに市町自らによる地域経営体制づくりと実行に向けた計画づくりに取り組むことなどを確認しました協議会の顧問を務める古田知事は いよいよ盛り上がってきたと感じますドイツの例を見て改めて自らの地域資源の良さを発見するいい流れができました川下りが復活できれば基礎側の中流域観光のインパクトになると思いますと期待を寄せました